さあ今度は1回で出ました、綺麗に出ました。アウトレーンは東京高校、第2走者はケンブリッジ飛鳥君。東京高校が東京都大会の優勝チャンピオンになります。その東京高校が実力通りといった感じ、大差をつけましてトップ代走40秒台か、40秒76、好記録が出ました。40秒71が高校大会記録でありますが、40秒76あたりから、大会記録には及ばなかったようでありますが、40秒台は間違いなく出ておりました。好記録です。